西本取りみは日本の声優、女優、響き所属、兵庫県出身。小学生の時にテレビアニメ、ミルモデボンを見て、声優という職業を知り、声優になればアニメの中に入ることができるのだと感じたことで、声優を目指したと語っている。2013年4月27日に開催された公開オーディション。 ミルキー・ホームズ・シスターズメンバースカウトオーディション決勝大会に出場落選したもののブシロード代表の北に孔明に強い印象を残していた2014年頃北にがバンドリオの企画開始にあたりキャスティングを検討していたところミルキー・ホームズのオーディションでギター演奏を披露していた西本の姿を思い出し北に自ら家族も含めて説得し デビューが決定した。当時、西本は、ピアノ、ギター、ベースの経験があったが、役の担当楽器であるベースは、本格的に習ったことはなかった。そのため、レッスンを受け、フォームや弦の押さえ方を直したと語っている。2015年4月18日、バンドリのライブイベント、ファーストライブ、春、バンド始めました。似てポッピンパーティーのメンバー、 牛込ゴメリミ役として出演、同年4月21日に尾崎由香と共に響きへの所属が正式発表される。2016年アニメ楽園ロジックの枠内で放送されたミニアニメ私たち楽路ジ部円崎運んね役でテレビアニメ初出演。2017年からは舞台にも積極的に出演。2018年10月上演の 私をくらえ。では、ロメロ役として舞台初主演を飾る。太字はメインキャラクター。は、インターネット配信。は、インターネット配信。ありがとうございます。